王党王党は、新末の改革派思想家、政治評論家、ジャーナリスト、字は、紫線、乱郷、号は、天南遁僧、はじめ里一民、小北一民、王政不幸、遠藤民、下官主、玉藩美生、御子と危機王など、長毛上元とも呼ばれた、循環日報、不相有機訴州のはじめ里村に生まれる、父親は、 私塾の教師で、父親から四書五教を教わる。1843年、今夜まで県民を受けて合格し秀才となった。しかし1846年、南京での里見に失敗した。1847年、上海に旅して、ロンドン伝道会の宣教師、ウォルター・ヘンリー・メドハーストの開いた、住み会所館を訪れた。そこで彼は、活字印刷機に触れて、 大いに興味を抱いた。住会書館では、ミルン、ミュアヘッド、エドキンスラ宣教師の地遇を終え、翌年に住会書館のスタッフとして招かれた。王党と宣教師、アレクサンダー・ワイリーは、西洋の学問の紹介を行い、かえ通称辞略、十学朝、説、工学図説、西国天学源流などの本を翻訳出版した。1854年、 王党は宣令を受けキリスト教徒となった。1860年、李秀主率いる太平天国軍が、蘇州、上州を陥落させて、上海に迫ると、王党は木という変名で、太平天国に策を上書した。後に、李公省の新軍が上海を占拠する時の書簡は、新軍の手に渡った。李公省は木が王党であると知り逮捕を命じた。 当時の住み会所館長のサー・ウォルター・ヘンリー・メドハーストは、イギリスの中上海領事であり、王党は、上海領事館に逃れた。1862年10月、上海領事館員に守られて、ジャーディン・マセソンの船に乗り込み、香港に亡命した。香港では、メドハーストの友人で、映画書院委員長のジェームズ・レックから、13教の英訳への協力を依頼された。レックは、 王党の協力で、諸教と畜所記念を翻訳している。1867年、王党は、故郷のスコットランドに帰ったレックから、ヨーロッパ歴法の誘いと経典の翻訳の続きへの助力を求める手紙を受け取ると、11月から船旅に出た、シンガポールペナン島、セイロン島、アデン海路を経て、地中海に出て、メッシーな経由で、フランスのマルセイユに到着した。 マルセイユからは、リヨン経由で、パリに入った。パリでは、ルーブル美術館など名所を見学し、パリ大学の中国学者、スタニスラス・エニャン・ジュリアンを訪ねている。その後カレーから、ドーバー海峡を渡って、ロンドンに入った。ロンドンでは、大英博物館や、セントポール大聖堂の名所を見学した。その後壊れて、オックスフォード大学で講演を行った。ロンドンを離れた後は、 スコットランド南部のクラックマンナンシャーに今日定め、レックの翻訳作業に協力した。その間、エディンバラを訪れ、エディンバラ大学を参観し、アバディーン、グラスゴー、ダンディーを旅行している。1870年、レックとオ王塔は、死郷、液郷、来季の翻訳を完成させた。さらにスコットランド旅行中に、中国古代の日食の記録を、西洋の天文学を利用して研究し、 春秋日食弁制、春秋一日たうるイいたり飛行などの著作を残している。1870年、香港に戻り、報告史略、広島戦記の二章を変訳した。広島戦記は、李公賞の重視するところとなり、後年日本でも大きな反響を引き起こした。1873年、レックがスコットランドから香港に戻ってくると、王道は、 映画書院の印刷設備を買い取り、翌年には世界で初めての中国人資本による中国語新聞、循環日報を創刊した。王党は主筆を務め、大量の正論を発表し、中国の返邦と鉄道、造船、防食などの工業による実況の必然性を説いた。このため王党は返邦運動の先駆者とみなされている。1879年、王党は、 日本の名士たちに招かれ東京、大阪、神戸、横浜を訪問した。その旅行記は、不相有記としてまとめられた。また、日本最初のアジア主義団体、講和会が結成されると、これに大いに期待を寄せ外国人会員として参加したが、日本政府による琉球処分を強く批判するようになり、後には政府を批判しようとしない、講和会に対しても不満を抱くようになった。 王党のイギリスと日本での名声と、偏方維新論は、理工省の注目するところとなり、王党を招いて用いることとなった。1882年、王党は20年ぶりに、上海に戻った。同年、香港の孔修ゲルサイの依頼で、循環日報の政治論を、塩分録外編としてまとめている。1886年、宣教師のジョン・フライアーと、ジョジュが開いた。 各松室書院の委員長となり、西洋式の教育を実施した。翌年、短編小説集、小浜佐話を表した。1890年、ヨーロッパ旅行記を万有随録好きとして出版した。1894年には孫文が晩年の応答を尋ねている。ありがとうございます。